おはようございます。おはようございます。今日はですね、軽くドライブに行こうかなと思ってたんですけど、せっかくなら左にね運転してもらおうかなということで、1年半ぶりぐらいに運転します。ひなちゃん1年ぶりぐらいか、1年ぶりぐらい、すごいドキドキしてるね。で、前回は高速乗らなかったんですけど、今回はまあ前回と同じでつまらないので、せっかくだったら高速に乗ってドライブしに行こうと思います。頑張りましょう。どうしてもなんかね、間空いちゃうね。そうね、まあしゃあないな。いや、ちょっと怖いな。怖いね。でも頑張ろう。混んでないといいなっていう。そうね、なんか時間帯的にはまあ混んでなさそうな感じはあるけど、まあちょっと怖い。頑張りましょう、ってことで、レッツゴー。安全運転で行きましょう。はい、気をつけましょう。頑張りましょう。はい、ゆっくり行きましょう。気をつけてね。うん、後ろそんないないから多分大丈夫。待って、めっちゃ怖くなってきた。次どっち乗るかだけ教えて。どの線にいればいいかな。別にどこでもいい。真ん中。なんかさ、途中からさ、まあ、上に上がるやつ。まだだけどね。それ右なのよ。右だけど、右が一番早いから右に行ってほしくない。真ん中にいてほしい。普通にそのまんま。だからそれ、めっちゃ詰めてくるやん、あいつ。怖いんだけど。うん、あ、いけるいける。いいよ、行っていいよ。ついでて、ついでて。ゆっくり曲がる。で、今バスのバスと同じとこ。バスと同じとこ。はい、そう。オッケー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 。うまいやん。あー、怖い。まっすぐよ、まっすぐ。右方向、車いるからね、前。だって早い、みんな。あ、いいって、その気にしなくて、この前の車に合わせればいいだけ。何キロいくの？隣の車よりは車間距離狭いぐらい。ほぼ同じぐらいかな。横から見てみ、結構あげるでしょ。多分入ってくるから、入れてあげて、レクサス。レクサス？まあ、右のレクサスでしょ。ちょっと待って、カーブ怖い。大丈夫、大丈夫。いけてる。大丈夫、大丈夫。それは気にしなくていいの、本当に。後ろ、抜かされるから大丈夫よ。遅いと思う。だってこっち走ってるから。大丈夫。怖くないよ。みんな早い。大丈夫だから気にしなくていいのよ。周りは気にしなくていいの。周りの速度は。だってこれでひなちゃんがスピード出した方が危ないでしょ。うん、だから、自分はゆっくり。大丈夫。うまいよ。怖い。いけてる。まあ、車の数も多くないから思った。全然大丈夫。よかった、めちゃくちゃ混んでるとかじゃなくて。ほら、後ろの車、後ろちゃんとついてきてくれてるよ。およそ9km 先、渋滞が発生している。渋滞出た後だな、高速。もう高速出るの？でもあと7キロぐらい。あ、ちょっと寄りすぎてる。寄りすぎてるよ。でもなんか曲がるんだよね、ここで。わかんない、もう、まあ、カーブね。さっき間違えたから。あ、怖い。あ、動いちゃった。ねえ、動いてる。ねえ、大丈夫。やばい、この先見えなくなってる。怖い。カーブがあるから。どれぐらいのカーブ？どれぐらいのカーブ？結構カーブだ。見て。待って、ちょっと緩めて、ね、緩めて。はい、いいよ、入っていいの。危ない、こっちだよ。これ行き過ぎ、そう、ここ。ウィンカ。すいません。左入ろうかな。入る？うん、オッケー。大丈夫。左寄って、右寄って、行き過ぎ。うん、うまい。まっすぐ。上手よ。この前のシルバーについてて。分かった。あ、嘘だわ。こっち。まっすぐ。シルバーじゃない方ね。まっすぐ。あ、バイバイだ。ありがとう、今まで。バイバイだね。嘘しよう。今までありがとう。おお。きぃ、怖い。いけてる。怖い。後ろは全然大丈夫。よかった、混んでなくて、本当に。ね。うまい。レインボーブリッジ。本当だ。え、待って、レインボーブリッジ乗るやん。そうだよ、高速乗ってる。初めてレインボーブリッジ。楽しみ。うん、初めてレインボーブリッジ。やばい、めっちゃ嬉しい。レインボーブリッジだ。出口だって。まだ？うん、まだ。で、左、なんかめっちゃ綺麗。うわー、すごい。うわー、綺麗。めっちゃ綺麗。
ちょっと楽しむ余裕がある。出てきたね、ちょっと。え、めっちゃ綺麗だ。あんまり見えないけど。レインボーブリッジ。なんかお昼のレインボーブリッジ初めてかも。そうだね、夜のイメージ強い。夜になんか帰りにちょっと撮ったりとかするイメージもある。最高。あと 500m ぐらいで出口やからね。ここにいればいいんだよね。そうそうそう。で、ちょっと入るんだよね。そう、左にヒュッて入る。やばい、レインボーブリッジでした。あ、そう、今この青の車と一緒、ゴミ収集車って左右にかざして、こっちこっち、そう、 OKOK、 いいよ、うまいうまい。出口が1個しかない。やばい、合流する。次はで、まあ しばらくしたら左に曲がりたいから、まあちょっと余裕出たら左右にかざして、この人が行ったら行きたいな。分かった。あ、ダメダメ危ない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 、出さない方がいい、出さない方が危ない、びっくりしちゃうから、そっちも。まだいい、まだいい、まだ大丈夫、まだ大丈夫。オッケー、そうそうそう、オッケー、オッケー、いいよいいよ。ウィンカーは出すとき、あの出るときに出さないとね。あ、ダイバーシティが見えてきた。ででん、いけたよ。よかった。汗かいた。ね、汗かいてる、めっちゃ。え、なんか止められたね、いけたね。まあ、空いてたからゆっくりできたっていうのはあるけど。そうね、意外と上手だったよね。あ、後ろ開いてんね、窓。窓、あ、ほんとだ。さっき多分、エンジンつけて。あー、お疲れ様。あ、克服できるかな。でもやっぱ楽しいんだよね、やると。そうね、楽しいんだけどやっぱり不安。帰りもちょっと撮ってみる。うん、頑張る。そうね、電話慣れた。頑張りましょう。頑張ります。おめでとうございます。お疲れ様です。はい、ということで行ってまいりました。帰ってきました。帰りはやっぱりちょっと夜でちょっと怖かったから、くみくんに運転してもらったんですけど、ね、前と比べてうまくもなってた。いや、うまくなってたというか、まあ冷静ではあったかもしれない。あ、本当、うん、でもなんか高速は、うん、まあ、空いてたっていうのもあるけど割と頑張れた。そうね、頑張ってはいたね。うん、抜かされたけど、うん、なんか混んでるとすごいプレッシャーになるけど、割と空いてたから、そうね、抜かすのも多分抜かしやすかったと思うし、みんな、まあまあまあ、なんか焦ってんのはやっぱ面白かったというか、なんか変わらずだったね。うん、やっぱ余裕はないね。余裕はないね、うん、隣に運転できる人がいると、うん、そんなにやっぱ怖くないし、確認に一緒にしてくれるから大丈夫かなと思うけど、一人じゃ絶対無理だ。大事な時以外は自分で全部確認できるくらいの余裕欲しいなって思った。あと、まあ、駐車だね。でも駐車はね、思ったより、いや、あれでも車いたら多分めっちゃ焦るから、そういう場合はさ、スカスカのとこに行くのがいいのよ。まあそうね、車移動、くみくんの家の車じゃないから今は、うん、だから、まあ、運転挑戦をしやすくはなったので、ちょこちょこ明るいうちは、うん、行けるだけ練習して。そうね、またドライブスルーとかも行きたいね。したい。ドライブスルーはちょっと怖いけど、うん、頑張ろう。全然届かなくなりそうで怖いけど、ね、初めて企画でドライブスルーやりたい。嫌だなー、てか食べてる余裕もないんだよな。そう、ね、そうなると。まあ、でもお疲れ様でした。今後は私が運転する機会が増えるかもしれない、うん、そうねお疲れ様。結構デカデカかも。いや、もう汗かいてる、ね、やばいね、うん、はい、ということで、はい、車の免許、顔がひどすぎて人に見せたくないよねって思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。3回目なのに全部ひどい。それもええ。